とりあえずせっかく来ましたけど、今日はもう諦めて行こうと思います。暑い。ウィンターグローブじゃなくてもよかったな。サマーグローブ、トップボックスに入ってるんで後で変えようかな。一応上の方はね、もうユニクロのウルトラライトダウン脱ぎました。暑すぎて、石段も結構ね急で、ちょっと汗が結構出てきちゃってね、もう T シャツですよ、 T シャツ。暑いわ。まあ次のそのなんていうか道の駅もうそんなに遠くないはずなんで、そこまでとりあえず走ろうと思います。まあ、ちょっとね下の方はねやっぱり人がいてる前でパンツ姿にはなれないので、まあ、もうこのまま行こうかなと思うんですけどね。とりあえずウィンターグローブにはしようかなと思いますけど、はい。気持ちいい。走ると気持ちいい。バイク乗ってる時が最高ですね。シートの方もね、なんていうか、YouTuber の人のこの動画を見て、なんていう人だったかな。おっさん週末旅人さんかな、の動画、週末おっさん旅人さんだったかな、ちょっとどっちか忘れましたけど、動画を見て、それを真似してね、なんかこうネットみたいなメッシュのシートカバーの中に今流行りのなんかこう何ですか、蜂の巣状になったクッション材みたいなやつね、を入れて、まあ僕はそれはあれですよ、ドン・キホーテで1000円くらいで買ったやつを、入れてやりましたね。まあどうなんだろうな、このメッシュ生地のやつが結構ツルツル滑るんでね、なんか運転はちょっとしにくいかなっていう感じもするんですけど、おケツはね、そんな痛くないかな、やっぱり。まあ、もともとのこれこっちか。ね、道の駅こっちって書いてますから。もうそこか。地下。だからお尻はね、今のところね、そんなに痛くなってないですよ。それがね、救いですよね。あれ違うのか。まだか。でも、波を見てももうちょっとですね。向こうが新しい道だったのかな、さっき分岐して行ってたのが。こっちが旧道みたいな感じのところなのかな。馬の古道。まあそんな感じですね。だから快適に一応、走れてますね。ちょっとだから何て言うかな、この、つるつる滑って、なんかお尻が自動的に前に押されて滑ってくる感じがするんで、そこがちょっと気になるかな。だけど、まあ、お尻痛くなりだしたらもうね、本当に嫌になってくるんで、まあそれ考えたらこれかな、これはありなのかなと思いますよね。青だから行かないとね。ね、さあどこに止めようかな。
ここら辺止めときましょうか。はい、じゃあ到着ね。とりあえずハンコもらいに行きましょう。ではでは。はい、どうも、じゃあね、とりあえず行こうと思います。バイク置き場そこにあったんですね、知らないで、普通の車のところ止めちゃいましたけど。さてさて、ハンコはどこかな。多分中だと、ここは特にインフォメーションセンターがないので、多分ここの中に、こっちかな、多分こういうところに置いてあると思うんです。あ、たたたた。ここが奥の熊野本宮。あ、これですね。和歌山。よし。よし。はい。オッケー。じゃあ行きましょう。さっきまあもうね、お土産を買ったんで、もうここではいいと思います。よいしょ。はい、じゃあ行きますか。はい、今奥熊野本宮、ハンコもらってきました。次が十津川郷ね、行こうと思います。あとはあの吉野寺応答か、あと2つ今日は予定してます。はい、でとりあえず十津川郷目的地。あ、しまった、ウインターグローブもうやめようと思ったのに、もうそのまま来ちゃった。めんどくさいな。次でいっか。はい、ということで、あ、ちょっと一回戻るのかな。やっぱりさっきの大きな道に行かないとダメみたいですね。よし。ではでは行きましょうか。ここはこっちが信号ないのか。さあさあ、じゃあ行きましょう。十津川郷どうなのかな。十津川郷の手前かな、そのちょっとお風呂入りたいなって言ってたところね。昼間でもお風呂空いてるはずなんですよ。なんかちょっとそこを先寄るか、まあ、ちょっとするかもわかんないですけど、とりあえず十津川方面ね。本当は時間があれば大瀬の吊り橋っていうすごいこう、あれ日本一なのかな、高さがある吊り橋があるんですけど、まあそこをね、まあ見れてもいいかなと思ったんですけど、もういいか、今日は結構走ってるし。ね、はい、これを左かな、ここ左かな。これを左に曲がって、でこっからはまっすぐかな。これなんかまた整備されて気持ちの良さそうな道路ですけど、とりあえずずっとまっすぐ行きましょう。この道路がね、途中十津川のあたりで、ちょっとあれなんですよ、山崩れがあって通れないっていうところがあったんですけどね。一応調べた情報では
まあ、とりあえず通れるようには復旧されたということになってたんですけど、まあ、とりあえずもう行ってみないとわからないんでね、はい、でも大丈夫だとは思うんですけど、はい、おーすごいな、おー綺麗だね、あーあー気持ちいい気持ちいい、後ろも誰もいてないあー気持ちいい、僕はでもこれ2班にして正解でしたかね、やっぱり体重も重たいし、まあ125も良かったんですけど、あの電装系のねやっぱり電気の問題がね大きかったですよね、これ変えて良かったって本当に思うのは、パワーとかまあいろんなことあるけど、あのこの電装品をちゃんとつけて、あの、動くっていうのがね、安心していけるっていうのがね、あの、いいですよね。これ、今の感じで言うと多分、フォグランプつけて、で、前はね、グリップヒーターとフォグランプ一緒につけるとね、ちょっともうやばかったんですよ。どん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 こう、あの、バッテリー残量が減っていくような感じだったんでね。だから、なんか両方使うときは電圧計とか、あと、まあまあそんなのを見ながらちょっとね、使ってあげないと、通勤くらいの距離だったらまあ、それでね、いいんですけど、こうやっぱりツーリングとかちょっと遠出するってなると、ね、ずっと寒かったらグリップヒーターつけっぱなしとかなっちゃうので、そうなるとね、知らず知らずのうちに、電池がバッテリーが減っちゃうっていうね、あのまあそれもあってあのあれですよ、あの なんだあのバッテリー予備バッテリーっていうか、あのジャンプスターターみたいなやつね、あのを買ってツーリングの時はそれを、あと電動ポンプ電動空気ポンプと、両方持ってね行くっていうのをやってました。今日はまあ荷物の関係で、あの、電動のポンプは持ってきましたけど、そのジャンプスターターっていうか、あれは持ってこなかったんでね、もう通勤時に使ってても全然バッテリーの量が減らない。あの、フォグランプずーっとつけてても。だから全然大丈夫だなと思ってね、持ってきませんでした。ああ、なんか道こうやって見てると怖いですね。なんかね、あの、あよくあんなとこ工事して橋っていうかあれかけたなすごいですよね、立派な道路だわ。まあでもこれがないと、あの山の向こうね、あんなところを通っていかないとダメだったわけですからね、まあそれは何かあったらもう崖崩れ崖崩れですぐに通行止めだったでしょうからね。まあ、この道ができて、そら地元の人は、とても喜んでるでしょうけど。空中の村、25キロ。空中の村っていうのも、なんか、Google マップで見た覚えがあるな。どんな施設かちょっとよくわからないんですけどね。なんかもう弓道が錆びれてバイパス区間終了、ここからが弓道になのかな、ぐね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 。さ あ山のとこでこんな綺麗な道が続くなんていうことはあんまりないですよね。そうだね、そうそう、こんな感じが山道ですよね、やっぱり。お、滝や。おお。あんまりよそ見はできないけど、十二滝。こ
これが本当に上までぶん回せるようになったらもっとね気持ちよく走れるんだと思うんですけどね。だいたい今6000くらいまでで我慢して走ってるんで、まあそれでも十分ですよね。125で本当にね GSX の時は一回回転数落ちると本当にねアクセル回しても登ってくれないんですよ。特にこういう上りね、上りがしんどいんですよね。はい、まあ、もうちょっと距離はここからあると思うんで、とりあえずぼちぼち行こうと思います。安全運転で。ではでは。はい、十津川のね、あたりに来てるんですけどね、十津川温泉、ここら辺じゃないのかな。あ、でも向こうにも建物があるから、多分このあたりを十津川温泉というんだと思うんですけど、十津川温泉自体にね、僕入りに来たことがないので、今回初めてなんですけど、一応ね、駐車場もちゃんとあるというふうに、書いてたんで、なんか村営の温泉浴場みたいなところなんですけどね、村営駐車場が近くにあるというのまでは調べました。谷瀬の吊り橋出てますね。30キロ。あ、そこじゃないかな。そこそこ、いおりの湯かな、でいいかな、読み方。あそこでいいと思う。これ左側がね、これが村営の駐車場みたいで、バイクもここ入れてくださいって言われたんでね、ここでバイク、これよいしょ、バイクもここでいいですって言われたんで、ん、あれ発見されない。あれ、なんでかな、なんかセンサーかなんかがあんのかな。え、ちょっと電話しようと思います。はい、一応ね役場に聞いたんですけどね、そこ入れてくれって言われたんですけど、なんかもうバイク駐輪場へってこう書いてあって、でここがバイクの駐輪場みたいです。まあ、今度いいやろな。お金いらないんだな。うん、一応なんやったら1時間100円やったかな。なんかそんなん言われたんですけどね。はい。まあ、とりあえず行こうと思います。はい、どうも。とりあえずね、これ、いおりの湯。ちょっと逆光やな。公衆浴場ってなってますね。ね。この下みたいなんで階段ね、行こうと思います。はい、バイクはタダでしたね。だからこれは飲むやつがありますね。この下みたいです。とりあえずマスクをつけて行こうと思います。ではでは。はい、どうも。温泉入ってきました。ちょっと逆光気味で申し訳ないんですけど、良かったですよ。こう普通のね、シャワーもね、温泉でした。硫黄の匂いがすごいね、してました。はい、とりあえず今日はねもう時間がないんで、もうささっと入っただけでしたですけどね。はい、じゃあ次また道の駅ね行こうと思います。ではでは。はい、サマーグローブにしましたよ。で、これね、ナビはね、元々の取り付けステに、まず、細かく見せるのも、また、知りたい人がいてたらね、あれですけど、とりあえずこれでね、いけてますんで、今日一日走って、まあ大丈夫だと思いますね、強度的にも。3D プリンター便利ですよね。
やっぱり自分が欲しいものをパッと作れるんでね、いいっすよね。よいしょ。じゃあ行こうと思います。おっと、よいしょ。あとさっき行ってもらおう。僕はゆっくり行きたいんでね、まあ、とりあえず先行く人は行ってほしい。暑い。やっぱり乗った方が涼しいですね。下もとりあえずダウンパンツは脱ぎました。とりあえずね。上はまあ、あれですよ。さっきと同じですよね。シャツは着替えましたけど。よいしょ。すごいですよね。温泉の本当にシャワーまで硫黄の匂いがね、プンプンしてたんでね、値打ちはありますね。500円だから安いんじゃないかな。まあ、浴場自体はそんなに大きくないですけどね。村営の、浴場っていうことで。あれでも値打ちがあると思いますよ。はい。まあ、またね、近場の人は一回行ってみてはいかがでしょうか。十津川村のね、村営のその浴場っていうのは何か所かあるみたいなんですよね。僕が行ったところ以外にもね。はい。ということで、とりあえず十津川号、道の駅ね、の方に行こうと思います。どのくらいの距離があるのかな。14時2分着。10分くらいですね。はい。まあ、ぼちぼち走っていこうと思います。はい、いきなりね、トンネル抜けたらすぐに、着いちゃったんで、もう取る間もなく着いちゃいました。とりあえず、スタンプを押していきたいと思います。はい、十津川号です。とりあえずスタンプラリーね、行こうと思います。とりあえずはあったスタンプラリーね。なら十津川号あったね。よいしょ。はい、OK です。とりあえずちょっと中見ようと思います。はい、反抗してちょっと見たけど何もなかったんで、今ここですね。次がずっと上に行って、あそこね、応答って書いてあるとこ、あこまで行きます。はい、じゃあね、最後、今日の最後です。応答ね、ここに行きます。目的地設定。はい、結構ね長旅になってますけどね。はいはい、じゃあ行こうと思います。さあ、だいぶね、でもちょっと疲れてきましたね。っていうか、お風呂入ったんでね、
あのそこから暑い体がね温まりすぎてね暑くなっちゃってますよね。汗が出ちゃいます。はい、今なんかプップって鳴らされた気がするんですけど、なんででしょうね。特にハイビームにもなってないし、こっからねちょっと距離あるのか、15時、1時間くらいですかね、走ることに、なります。ここからの道はねちょっとね この道自体が南に下っていくときに使った道よりはちょっと路面も荒れてて整備されてないはずなんですよね。だからまあまあなんていうかそんなにこうねスススッと行けるんじゃなくて、ちょっと細いところも道が細くなったり広くなったりっていうのを繰り返しながら、行くような感じになると思います。まあとりあえずね、ぼちぼち行こうと思いますんでよろしくお願いします。途中も谷瀬の吊り橋で、吊り橋ね、言ってましたけどもう寄らずに行こうと、もう帰ろうと思います。はい、ではでは。はい、どうも。今ね戸塚からずっと北向いて走ってるんですけど、多分ねこの辺りだと思うんですよ。その崖崩れがあったところっていうのはね、さっきなんか看板が出てて片側通行になってるみたいですね。あ、これかな。前の車結構カーブ前に反対車線に出ていくんだけどな、ちょっと危ないと思うな。このナビでも結構使えますよね。交通情報とかは当然入ってこないんでね、まあ、そういう意味ではスマホナビがいいだと思うんですけど、山を走りに行く時にはあとトンネル入るとね位置がずれちゃうとかね、あとやっぱり GPS の電波が弱くなるとこうやってずれちゃうとかはありますけど、でもまあまあ役立ってると思いますよ。まあ、安いんでね値段が。本当はこう経由地を何個も設定してルート検索ができればいいんですけど、それができないんですよねこれ。だから僕やってたみたいに事前に行きたい場所だけ地点登録をしといて、ですぐ呼び出して行くっていうね、感じの使い方に僕はなってます。今も結構ずれてますよねちょっとね。まあ山あいだから仕方ないか、ね、はい、そんな感じです。待ってる間にとりあえずね、燃費の方はリッター 31.4 になってますね。全然持ちそうですね。一応まあ前にも言いましたけど、満タンから40キロちょっとぐらい、まあ、走った状態からのスタート、でしたけど、まあ2メモリ減って、まあこのメモリはねなんかちょっとなんていうかいい加減っていうか、いきなりパパって減ってたりもするんでね、なんとも言えないですけど、まあ、家帰るまでは持ちそうな感じがしますね。最後どこか、まあ、給油、奈良市内入ってから給油して、まあ、今日のね、燃費どうだったのかっていうのを実燃費で見てみたいと思います。もうそろそろ行かせてみますかね。まだか。あ、行ける。
よし。どこが崩れてんのかな。100メートル先。ここか。ここが崩れてんのか。ああ、これが崩れたんやな。今もネット張ってますね、とりあえずね。ちょっと長くは見れなかったですけど。でもこうやってすぐ復旧してくれるのはありがたいですよね。この道がね、多分なかったら、ここら辺の人ね、奈良の方に向けるのにぐるーっと、今日僕が南向きに降りてきた道路まで迂回しないとダメなんでね。ほんとちょっとね、大変だと思いますよ。はい、じゃあまあとりあえず、走っていこうと思います。ではでは。はい、どうも。もうちょっと、着くと思うんですけど、意外とね、こっちも整備されてね、綺麗に道がなってますね。僕もそんなしょっちゅうこっち通るわけじゃないんですけど、前こんな綺麗だったかな。前多分向こうの方のね、弓道が見えてると思うんですけど、あれだったと思うんですよ。いつの間にかこう、どん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 こっちもね、綺麗な道路が通ってるんですね。すごいなぁと。ただ、やっぱりね、こっちの道路は、まだ完全に、全部できてない感じしますね。だからすごい細くなってるところもあったりするし、今これ綺麗ですけどね、すごく。だから、なんていうかな、その差が激しい。できてるとことできてないところ。まあそんな感じですね。これできたらすごい早いんじゃないかな。和歌山の南の方にね、こう遊びに行くときに結構使えそうな感じですね。僕いつも今日下ってきた方ね、そっちの道は結構ね、よく使ってるんですけど、どっちとかやのね、これ完全にできたらこっちの方が早いかもしれない。はい、まあ、もうできましたね。6キロ。ここのね、王島っていうところは、なんか星の国かなんかいう別名みたいなのがついてて、あれなのかな、なんか天、プラネトリウムがあるのかな、なんかそんなんがあるんですよ。展望台、展望鏡、なんていうの、天体観測のあの望遠鏡ね。あんなんもあるみたいで、まあ入ったことないんで、わかんないですけど、道の駅には入ったことありますけど、なんかそんな設備があって。で、なんかロッジみたいなのもありましたね、なんかね。泊まれんのかな、あれ、多分。まあそんな、とこなんですよ。星が綺麗なのかな。山の中やから大体どこでもね、冬場で、これどうなってんの？こっちか。こっちこう来てこう行ってんのか。もう崖崩れがやっぱり、ここもえぐられてますよね、完全に。なんかとりあえず迂回路作ったみたいな感じですよね。すごい。迂回路すごい綺麗かったですけど。はい、よいしょ。これは右の方ですね。道なりのこっちですよね。うん、こっち合ってる合ってる。よいしょ。ここら辺になったら一気にまた狭くなってるでしょ。ねえ。まあ、いずれは多分ね、全部こう、綺麗にするつもりで、
やってるんでしょうね。これもね、左側はあのダムなんで、多分トンネルかなんかでズドーンとこう貫通させるような感じなんでしょうかね。すごいお金がかかってる感じはしますけど、どうなのかな、この辺りも崖崩れになったらすぐに通行止めっていうか、まあ、通れないっていうか通る道がないですね。迂回路がないですよね。それ考えるとある程度いるのかなっていう気もしますよね。そんなに利用料がある道路ではないとは思いますけど、住んでる人にしてみたら、まあそれはあの必要な道路ですよね。もう近いですね。よいしょ。あ、これ橋じゃないのか。どうなってんだ。そこ左って言っても168号線ね、左ですね。これを左。結構こうね、山道あるあるでね、本当に車がカーブで慣れてない人やったら、あんまりミラーとかもあんまり見ずにこうインインに寄ってきて、ちょっと怖い時ありますよね。対向車線思いっきりはみ出てるっていう場合もありますよね。これは止ま、行かしてくれるのかな？行かしてくれる。OK。あ、ていうか、そこだけか。これはちょっと押せないぞ。なんかここまでね、この道の駅はね、なんかこう一番近いっていうか、あのよくあの通るっていうか、なんていうか寄るとこなんですよ。あのなんかここまで来るとね、なんか帰ってきたという安心感がありますよね。あ、家までは全然遠いんですよ。距離は遠いんですけど、なんかこう何回も行ってるとこだと、なんかね、あの帰ってきたなっていう感じがしますよね。はい。でもね、この V ストロームね、いいですね。疲れないですね。乗っててもね、今日も朝からだから5時半くらいにはもう多分家出てるんですよね。今3時くらいですからね。ご飯食べた時に、まあ言っても買って外でパパッと食べちゃったっていう感じなんで、ほとんど休憩って言っても、まあその時1回30分。あとはあれね、和歌山のお寺じゃないな、神社か。ね、ところで、まあお参りした時に、あれも30分ぐらい、まあ休んだっていうか、あとお風呂入ったん、お風呂のね。お風呂もでも30分くらいで、多分ちょっと使って上がってきちゃったから。あ、着いた着いた。だから、でもね、全然、なんか疲れがない、体に。おケツはちょっと痛くなってる感じ。あ、ここら辺にあるのかな、プラネタリウム。こんなとこ入ったことないけど。この左側ですね、道の駅はね。ここです。ここはよく来るとこですね、僕は。よいしょ。あ、後ろのね、これさっきから気づいてたんですけどね。カメラがちょっと変な方向で、ね、両面テープ取れちゃいましたね。はい、ではでは、ハンコを押そうと思います。
そしたらね、とりあえずまたこれスタンプラリーね、さあとりあえず、あもう外に出してある、これか、あ当たった、よいしょ、じゃあとりあえず行こうかな、ならこれもね多分解説した順番になってるんでね、あったあったあった、じゃあちょっと中見ていこうと思います。はいどうも、ね今とりあえず、ハンコももらえましたんで今からね帰っていこうと思います。とりあえずもうこれで今日の予定してた、工程は全て終わりということに、なります。よいしょ、安全運転で帰っていこうと思います、距離は何キロくらい走ったのかな、多分予定ではね帰ったら家着くまでで400くらい走ってんじゃないかな、そのくらいは走ってると思います。はい、いやでも本当にねなんだろうな、やっぱりまだ慣らしの段階ですけど全然やっぱり125と比べんなっていう話なんでしょうけど楽だな、乗車姿勢も楽だし、まあまあ下の方のトルクが結構あるんで、まあ、楽っていう感じなんですかねこれね。一回あれですよね、フロントスプロケットの14丁のまんまでね、ノーマルのまんまで、来てもよかったのかもわかんないですね。通勤の段階でねちょっとやっぱり他の車の流れに乗れないっていうのがあったんで、もうね慣らし終わってから最初は変えようと思って注文してたんですけどね、フロントスプロケットだけどもうそう早めに変えちゃいましたけど、はい、まあまあでも良かったですよ、まあ、その両方試した方が良かったんじゃないかなっていうとは思いますけど、15丁でいい感じなのかな、なんか最初なんか出てすぐくらいの時はちょっとこう加速がっていうかなんかこうなかった後がとかってね言ってましたけど、どうなんだろうな、もう信号もなきりゃそんな減速してね、なんていうかな、左折するような場面っていうのはいつもの通勤の時の方が全然あるんで、まあそんな、まあこう山道走ってる感じで言うとやっぱ15丁で全然問題ないっていうか走りやすい15丁くらいが多分ちょうどいいと思うんですよね。14丁だともっと頻繁に多分ギア変えないとダメだし、多分ね、でも逆にね6速をあんまり使わないで4速5速あたり結構使ってる感じがするんですよね、こういう風な道だと。だからね今でも3速ですからね、
から多分14兆標準だともっとパンパン、どうなんだろうな。だから山道には14兆でちょうどよかったのかな、そんな感じはしますね。はい、まあ微妙なとこですけどね。まあでもどっちでもいいっていうことですよ、結局は。僕の変えたやつはね、社外品のやつで、ゴムが入ってない静音じゃないやつで変えてね、まあ、大体スプロケットの鳴らしも500くらいは走った方がいいのかな。だからそのくらい走ると大体こうね、金属のところのこうなんていうかな、バリとかが取れるのかな、なんかそんなんでこう馴染んできて音とかも静かになったりするってある程度ねっていう風に書いてましたけど、誰かのブログか、なんだ、ポケットのメーカーのホームページがちょっと忘れましたけど、まあだから今日走ってみてね、また通勤で毎日、使ってみてどういう印象になるか。あとなんかね、どっかでね、金属音がカチャ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 ね、鳴ってたんですけどね、なんか気になる音が、締め付けとかも全部確認してみたんですけどね、そんな別に、エンジンガードとかそんなでっかい部品じゃなくてね、なんだろうな、なんか、振動が加わった時にカチャ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 鳴ってるんですよね、なんかよくわからない。まあ、またちょっと原因を探ってみたいと思います。はい。そしたらまあ、こっからはもう帰るだけなんでね、ぼちぼち帰ろうと思います。もう今日これまでということでね、長々お付き合いいただいてありがとうございます。今日なんか工事よくやってるなぁ。はい。またね、こういうふうな、犯行集めの旅、ちょっとできればぼちぼち行けたらなとも思いますんで、まあ、奈良県内とかね、まあ、山の中とかだったらいいんですけど、あんまりね、こう、まあ、コロナっていうこともあるんで、まあ、遠くの方っていうのもね、ちょっと行きづらいっていうか、のもあるんですけど、まあ、山の中だったら大丈夫かなっていうのが、なんかそういうのはね、勝手にあるんで。まあ、ぼちぼちやっていこうと思いますので、またよろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。